さあ、ということで、どうも皆さんおはようございます。山の畑映画でございます。ちょっとね、画角がちょっと狭いんですけども、すいません、これ以上後ろに行かなくてですね。まあ、というのを置いときましてですね、今回投稿する動画なんですけども、前回、前々回ですね、沖縄の格安ホテルに泊まろうという企画やったんですが、今回はね、その第3弾をやっていきたいと思います。さあ、ということで、今回泊まるホテルがですね、前回、ホテルプレジャーってところが、那覇市辻町のね、ホテルだったんですけども、今回はね、そこからほんとすぐそこにあるホテルなんですけども、2名部屋で、5400円のホテルですね。まあなんで1人当たり2500円ぐらい泊まれるホテルということで、今回もね、紹介していきたいと思いますので、よかったら見ていってください。さあ、それではやっていきましょう。さあ、それでは本日やっていくホテル、こちらでございます。那覇ウエストインというホテルでございます。結構できたばっかりなのかですね。ほんと見た目も綺麗でおしゃれな場所でした。早速中に入っていくとキッズスペースもあってね。で、しかもですね、一応フロントでチェックインとかもできるんですが、ちゃんとね、無人のチェックイン、チェックアウトの機械がありまして、まあ、ちょっとね、感染ちょっと気になるなっていう人にもね、こういう無人のやつがありますんで、そこでもね、チェックイン、チェックアウトできるシステムになっておりました。さあ、そしてなんとこちら、宿泊客限定なんですが、ドリンクがね、無料で飲み放題と、三品茶があったり、シークワーサーのね、ジュースがあったりと、で、ちゃんとコーヒーもあったりね、ここら辺すごいありがたいですよね。さあ、それではお部屋に向かっていきましょう。さあ、それではエレベーターを降りまして、早速自分の部屋に向かいましょう。こちらですね、鍵がなんと、まあ、いわゆる普通の鍵でございます。ここら辺ちょっと大丈夫かなと心配だったんですが、早速中はどうなっているのか見ていきましょう。さあ、それでは気になるお部屋を見ていきましょう。ここでね、すごいちょっとびっくりしたのがですね、いわゆる一般的なワンルームのお部屋みたいなお部屋でしたね。まあ、一応ですね、まあ、もともと取ったのがなんかドミナントタイプだったかなっていう名前のお席らしくてですね。まあ、いわゆる、まあ、普通の部屋をちょっとホテル的に改造しましたね、みたいな感じらしいんですけども、ちょっと写真やともうちょいね、ザ・ホテルみたいな感じだったんだけど、なんか、意外とね、家庭的というかね、よく見るお部屋だなと思いました。さあ、一応ね、この洗濯機の上にはね、こういうアメニティがあったりとか、で、一応風呂場もですね、前回かな、紹介したリブマックスもね、こんな感じだったと思うんですけども、で、中を見ていくとですね、ちゃんと洗面台もあります。で、ここにコップが2つ、なぜかね、ここにありますね。さあ、早速お部屋の中見ていきましょう。の前にこちらですね、電子レンジに冷蔵庫がありますね。ちょ、この冷蔵庫、電子レンジはね、比較的新しめですごい綺麗でしたね。で、下の方には特に何も入ってないという感じですね。さあ、中に入っていきましょう。でもね、一応ですね、全体的にものすごく綺麗でございまして、しかもね、コンクリート張りということもあって、すごい、なかなかおしゃれな部屋になっておりましたね。一応ベッドもですね、まあ、シングルタイプのベッドが2つあるという構造になっております。ただね、ベッドが2つあるということで、ちょっと狭めに感じてはいましたが、まあ、ね、ホテルと言うて寝るだけなので、まあ、そこら辺気にはならないかなと。で、ここにはね、クローゼットがありまして、クローゼットがね、すごい広くてですね、まあ、旅行カバンが入ったりとか、まあ、洋服とかも結構かけれるぐらい大きなスペースがありましたね。さあ、それではトイレを見ていきましょう。このトイレがね、ほんと綺麗で、ちゃんとウォシュレットもついております。床もね、全部清潔感があって、ここら辺すごい良かったですね。一応ですね、全体的に清潔感は問題はないんですが、ただちょっとこのね、金網みたいなやつだけね、すごい錆びてて、ここだけちょっと気になったかなっていうところでありますが、まあ、あくまでもね、このコップとか使わない人は全然気にはならないんじゃないかなと思います。設備としても非常に優秀でございまして、新しめの空気清浄機に間接照明、新しい空気清浄機じゃなくてエアコンにね、テレビもついてるということで、結構ね、おしゃれという感じのお部屋にはなってるんですが、しかもね、こちら、洗濯機が、室内にありますので、まあ、いちいちフロントとかまで行かなくてもね、この洗濯機を使うことができると。で、しかもですね、フロントの方にはまた別途お金かかるんですが、乾燥機もありますので、まあ、ここで洗濯してね、下で乾燥させるっていうこともできますし、まあ、長期ね、宿泊だった場合は、外に干すっていうのも全然できます。さあ、それではこちら、中のシャワー見ていきましょう。一応ね、こちら下の方にね、シャワーじゃなくて、シャンプーとリンスとコンディショナーっていう、この3つはありますね。さあ、そして電気ケトルもあります。そして、安定の3品茶。なんか沖縄のホテル、この3品茶好きですよね。まあ、美味しいんでね、ぜひぜひ飲んでみてください。
さあ、それでは気になる窓の外、景色を見ていただきましょう。それでは行きましょう。3、2、1、ドン。ビルだけど、ちょっと間に海が見える。ということでね、景色に関しては今までの中だとまだいい方なんじゃないかなと。ちゃんとね、奥側に海も見えますので、まあ、本当にね、天気がいい時とか見えるんじゃないかなと思います。で、今回泊まったところは9階なので、結構高めのホテル、高めのね、階層だったので、まあ、もっと上だとね、もっと海が綺麗に見えるんじゃないかなと思います。さあ、それではこちら、ホテルウェストインの総評に参りましょう。こちらですね、まあ非常にオシャレ感が強いというかですね、まあフロントしかり、まあ外観しかりね、すごいね、オシャレに気を使ってるホテルなんだなっていうのが感じられました。で、しかもね、すごいね、値段もリーズナブルということで、まあ今回ね、2名部屋で5000円とかだったんで、まあ大体1人当たり2500円で泊まれてしまうということなんですが、しかもですね、まあ立地に関しても、前回ね、ホテルプレッシャーというところ泊まったと思うんですが、そちらとほぼ全く同じ場所にございますので、まあ大体ね、公共交通機関までちょっと歩くんだけど、まあでも那覇とか沖縄のホテルの中では非常にね、立地はいい方なんじゃないかなと思います。ただちょっと1点だけ問題点があるとすれば、ちょっとね、ホテル、まあもちろんいろんなお部屋がありますので、まあこの部屋がたまたまそうだったのかもしれませんが、ちょっとまあいわゆるね、ワンルームタイプのマンション的なお部屋なので、ちょっとホテル感を楽しみたいっていう人は、ちょっと微妙かもしれません。さあ、ということで皆さんありがとうございました。それではお疲れ様でした。さよなら。